こんにちは。日本学術書道会の田村希覧です。今日も担当者の茶掛けの前後辞典から前後を選び、その解説も読んでから後でその前後を半紙に筆で書いてみます。今日の言葉は一味真です。一味真如、一味真実、一味真人とも言います。万物に一貫する平等一味の真理を言います。宗教や芸道にも相通じるものがあります。これを特に茶と禅との関係において言ったものに、千宗旦の茶禅道一味や武田木来の茶味禅味、意味一味などの言葉があります。今から一味真を書いてみます。最後までご覧いただきありがとうございました。